はい、もくもくトイズです。はい、もくもくトイズです。今回はランチボックスのプロポを何にしようかすごい悩んでちょっと決めたのがこれにしました。3話の MX6 の BL スポーツ EP スタートセットっていうのを買いました。まあ、今回タミヤのラジコンが初めてなんでいろんな部品が必要なんで1個ずつ最初から買っていたらちょっと高いんでスタートセットのプロポっていうのがやっぱり一番安いんかなと思ってこっちの MX6 にしました。はい、とりあえず1回開けていきましょう。こういう感じ。中身はこういった感じで入ってました。さあ見ていきましょう。さあどっちから。こちらプロポ。プロポ。さっきこっちから。はい、このプロポ。プロポ。とあとこのプロポセットで入ってる部品ですね。プロポ部品。はい。さあ開けていきましょう。はい、どっち。部品からプロポから部品から行こうか。プロポ部品から行こうか。いいですかね。はい、それじゃあ開けていきましょう。はい、中身はこうなってます。最初さ、何から。はい、こうじゃん。これ一回外してバッテリーが入ってます。バッテリーと充電器。これ切れなあかんね。3話ってなってます。2200のバッテリーが入ってます。そうです。でコネクタはこんな感じ。これ開けていったの。充電器切り替えです。はい、充電器が入ってます。はい、待ってくださいね。こっちから開ける。はい、レシーバーが入ってます。 RX391 です。それとあとサーボ SRM102Z っていうのが入ってます。 Z? あとはこれは ESC は BL スポーツです。次は最後はプロポ。プロポ。はい、開けてください。どうやって？出してください。あかん、そうなんですよ。もうこっから出る。ね。これ出る？ここやね。なんかいい質感ですね、これは。あ、なんかいい。めっちゃいいでしょ。めっちゃかっこいい、こっちの。うん、かっこいいな、これ。
クセルの引いた感じがなんかいい感じです。適度に抵抗があって持ちやすいな。持ちやすいし、サモック用な、それ、うん、コンパクトでいい感じです。サモック用な、うん、全然やりやすいから、あ、めっちゃいいわ。僕はこっちって言ったやん、うん、トンちゃんあっちやん。次の動画で、ランチボックスにセットしていきたいと思います。また見てね、チャンネル登録してね。また見てね、バイバイ。Okay.